皆さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。今年もね、この季節がやってまいりました。七夕限定ひこぼしブルーベリー風味と織姫いちごミルク、こちらが今年も完売となりました。早速ね、こちらのねフレーバーを飲んでレビューしていきたいと思います。毎年即完売してしまうね人気商品となります。じゃあ早速ね、こちらのブルーベリー風味から飲んでいきたいと思います。ビーレジェンドのねプロテインベリベリベリー風味っていうね大人気フレーバーがありますけれども、そのフレーバーとねどれぐらい違うのかね確かめていきたいと思います。うん、すごくブルーベリーのね香りがいたします。パウダーはねこんな感じですね。特に色がついてるとかそういったわけではないですね。めちゃくちゃ本当にブルーベリーの香りが漂ってますね。ビーレジェンドプロテインご購入いただきますとね、こちらのね大スプーンが付属してまいりますんで、こちらをね吸い切って入れていただくと、あの 30g 計量できる設計になっておりますので、こちら活用ください。で本日ね水 200ml 入れてきております。よいしょ。じゃあ早速すり切っていっぱい入れていきたいと思います。よいしょ。非常にね綺麗に溶けてますね。ダマも泡立ちもほとんどありません。色はねナチュラルとかと変わらないようなカラーになってますね。お、めちゃくちゃブルーベリーですね。あ、いい匂いですね。まだねベリベリベリーとはちょっと違ったね香りになってます。うん、いただきます。うまい。またベリーとは違いますね。よく小さい頃食べてたんですけど、あのブルーベリーの板ガム、あの感じに非常にね近いかなと思います。しかもすごくさっぱりしてて、暑くなってくる季節にね最適なねフレーバーですね。ベリーほど酸味が強くないですね。甘みと酸味のバランスが本当にちょうどよくて非常に飲みやすい。これは美味しいですね。次はこちら織姫いちごミルク風味、こちらをね飲んでいきたいと思います。ビーレジェンドの方にはあの初恋のねいちご風味というねいちごのフレーバーもありますけど、どういった違いがあるのか早速ね飲んでいきたいと思います。お、めちゃくちゃいちごミルクの感じがしますね。初恋のいちご風味ってちょっとねさっぱりとしたいちごのね感じのフレーバーなんですけど、こっちはほのかにミルク感を、ね、感じる香りになっております。じゃあこちらのねフレーバーも大スプーンの方にすり切って1杯入れてきております。で水はねこっちもね 200ml 入ってきました。じゃあすり切って1杯入れていきます。すごくね綺麗に色づきましたね。綺麗なイチゴの色に変わりました。綺麗に溶けましたね。泡立ちもダマもねできておりません。うわ、めちゃくちゃイチゴミルクの匂いがしますね。パウダーのね時よりよりね香りが際立ってますね。うん、めちゃくちゃ美味しそうです。じゃあ早速ねちょっといただきたいと思います。いただきます。うん、めちゃくちゃいちごミルクですね。またやっぱり初恋のいちごとはね違うね感じですね。初恋のいちご風味はどちらかというとさっぱりとしたいちご風味ですけれども、織姫いちごミルク風味はいちごとねミルクのね感じが本当にねバランスいい感じで、ちょっと甘めのねフレーバーに、ね、なってるのかなっていう印象です。イメージとしてですけど、いちごミルクのキャンデーあるじゃないですか。あの白い包み紙にあのいちごがねこうプリントされてるね、あのいちごミルクのキャンデーなんですけど、あのね感じにね非常にね近いフレーバーなんじゃないかと思います。イメージしていただければねいいかと思います。で、まあ、今回のねこちらの織姫いちご風味とひこぼしブルーベリー風味なんですけど、それぞれね単体で飲んでいただいてもものすごく美味しいフレーバーなんですけれども、なんとねこちらをね2つ半分個ずつねブレンドして飲むことでよりね美味しく飲めるフレーバーとして仕上がっておりますんで、この2つを混ぜてね飲んでいきたいと思います。で本日ねちょっと3杯目になるので、ちょっと水の量をね少し減らしてきております。
じゃあまず彦星ブルーベリーを半量入れていきます。スプーンの、ね、中に、ね、メモリが、ね、ありますんで、半量入れるときは、ね、スプーンの中のメモリの半分の部分まですくって入れてあげてください。それではね、彦星ブルーベリー風味と織姫いちごミルク風味混ぜたらね、どんなフレーバーになるのか。お、匂いはちょっとわからないですね。ただ言えるのはなんか美味しそうっていうことですね。じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。めちゃくちゃ美味しい。あのブルーベリー風味の酸味といちごミルクの甘い感じがね、ちょうどいい具合にねなりまして、めちゃくちゃ飲みやすい。味はブルーベリーヨーグルトですね。単体でねそれぞれ飲んでもねもちろん美味しかったんですけど、こうやってね混ぜて飲むことでまた違ったね楽しみ方ができる。まあ、さっぱりね飲みたい時はブルーベリー風味にして、でちょっとね甘いのが飲みたいなっていう時はいちごミルク風味で飲むといいと思います。こういう2つをね混ぜて飲むことでまたね違う味にね生まれ変わる、3回ね美味しい七夕限定フレーバー、これ3種類の、ね、楽しみ方ができますんでね、ぜひ試してみてください。こちらのね彦星ブルーベリー風味の栄養成分表示ですけれども、1食 30g あたりエネルギー 116.2kcal、 タンパク質 20.9g、 脂質 1.7g、 炭水化物 5.1g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C43.5mg、 ビタミン B6が 1.5mg となります。彦星ブルーベリー風味にはクエン酸がね 1800mg 入っております。でこちらのね織姫いちご風味ですけれども、1食あたりエネルギー 119.1kcal、 タンパク質が 20.7g、 脂質 2.3g、 炭水化物が 4.7g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C が 42mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。両フレーバーともね数量限定となっておりまして、あのなくなり次第今年のね販売はありません。ぜひねお早めにねお買い求めいただいて試していただければと思います。商品詳細はこちらの動画のね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。七夕にしかね出会えない限定フレーバー、ぜひねこの機会にお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。